超仕掛け人、超ぶりっ子、僕たちが超重大。はい、というわけで今回は仕掛け人のゲストということで、ルナちゃんに来てもらってます。はい、重大です。いや、大型企画ぶりの参戦ですよ、超重大。というわけで今回の企画はですね、もしもみとゆなちゃんがぶりっ子だったら3人はどういう反応をするのか、ドッキリ。今回は後ろで俺がなんかこのイヤホンつないで前やつで指示しながらやってもらう感じなんで、まあそこまでね、あとアドリブでやりながらって感じで。ちなみに話します？本望とか。え、そんなグッズ話したことない。でも彼女のすごいところはこれ、ブリッコ練習してきてます。あ、ちょっと勉強してきました。 TikTok でも調べて YouTube でも調べて。やばい。いや、これ絶対面白いっすよ。入れる、入ろうか。どうだと一卒。おはようございます。おはようございます。おはようございます。テクテクで入りましょう。テク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 。グリーンや。グリーンや。よかった。もう緑は絶対着ないけど。似合いますわね。やはり緑が。よし。ありがとうございます。よし。でも今日結構ね、ちゃんと構成つけてきた。入れ。ここじゃねえよ。
何してんの、ちょっと見ちゃう。ちょっと幸せの秘訣教えて、ちょっと今後、あの、私は参考にしたいね、うん、ミーゴでしょ、うん、はい、聞いとこ、しうった歌ね、寝る前のみたいな、あー、そっち、そっち、今の、あー、そういう感じね、立ち上がっちゃいました、立ち上がっちゃいました、立ち上がっちゃいました、あー、あ、ちゃんと歌えるんだ、あ、もう、ちゃんと本人の前で歌って、そう、そう、本人の前、うん、今もう歌い続けちゃいましょう。歌い続けちゃいましょう。バーッとの糸はあらん、マジで言ってる、よーこの糸は私、あ、そ、そういうの、おー、手拍子早いです、みーちゃん早い、手拍子早い、手拍子早い、みーちゃん音ゆっくり手叩いて、みーちゃんそんなハイスピードの曲じゃない、すごいね、真ん中が真ん中が強い、真ん中が乗り越えてくる、あれあれ、ほんま立った、なんで、何これ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 、ホンモが飲んでるのを見ながら、あのトゥクトゥクトゥクって、ホンモの飲んでるのを見ながら効果をつけましょうか、せーの、三章だ、みんな、ヒントの音、こっちも入ってる、みーちゃん、みーちゃんもブリッ、みーちゃんもブリッコ入ってる、こらえてください、みーちゃん、めっちゃめっちゃ、はい、これは今聞いて、初めて見る、あ、先生あれでしょ、こっちのオープニング、オープニング撮っちゃうもん、大丈夫、オープニング始まったら一気にちょっと低めの声で超なれなれみたいな感じでいきましょうか、3、2、超ドキドキさせてやるかな、超妖怪見たまだ可愛い、見てたちゃまだ可愛くなっちゃった、可愛いな、ストリートね、怖いよな、だったらドッキリ大成功、イエーイ、え、なんでドッキリ、何されてるの、え、何されてるの、ブリコだったら、あ、ブリコだったのか、あ、確かにめっちゃポイントになるなと思った、来たら次仕掛けるの誰だと思いますか、あ、キタイくん、はい、やっぱね、あ、そういうこと、え、嬉しいって言ってけないよな、キタイをぶりっこで逆にビビらしてやろうと思ってます、こっちぶりっこでビビらせて、まっぺに、やべやべ、あれです、あ、おはよう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 、やば、すぎる、暑いよな、マジで汗止まないよな、じゃあ、ミトネちゃん入ってください。おはようございます。あ、おはようございます。おはよう。おはよう。おはようございます。来たの、もう一つでしょ。何、緊張。緊張してんだ。じゃあ、うちさっきとね。かわいい子は隣にいるかもしれない。じゃあ、甘いよ。ドキドキしないよ。熱すぎる。あ、あって急に言って、ごめんなさい、ちょっと今小人見えちゃってって行きましょうか、何やつもんね、なんかふわふわしてるんで、なんかそこに小人います、え、キラクいます、うん、え、いる、いる、いる、俺だってどんな人か分かります、血まみれのおじさんです、すごいですね、小人ってどんな人か分かりますか、あれでしょ、なんか優しいよね、基本的に血まみれのおじさんみたいな、おじさん、血まみれ、結構グロくない、小人そんなセンチぐらいなんですけど、だいぶやばいよ、え、見えてます、あれね、見える、違うやつ見たって、あ、ごめんなさい、ちょっと盛り下がるようなこと言っちゃったんで、ちょっと歌っていいですか、はい、ちょっと盛り下がるようなこと言っちゃいましたよね、すみません、ちょっと静かに、全然全然、これも嫌だ、いるよね、全然確かに、ね、
はいちょっと私踊ろうかなと思って。え、ちょっと下がっちゃったんで。うん、踊る。あ、テンション上げてた。どうやるの TikTok みたいな。あー、さすが。いや、ごめん。私の一番可愛いところに行きすぎて。でなんか結局踊ってもらったし、うん、俺も踊って、お返し、あ、踊った、何何踊ってんだよ、じゃあ目引けじゃあ目引けじゃあ目引けじゃあ、なんかビッキー寄ってるメイク映えしそうですね。キレイ君って顔綺麗だからメイク映えしそうですよ、ね、いや、ちょっとメイクしようと思ったのよ。え、ジェイジしていいよ。あるんですよ。え、していいですかね。胸ぐらに行きましょう。胸ぐらに。え、どこがいいかな。え、でも左もいいかなって思うんですけど、え、どっちがいいかな。どっちも。すいません、ちょっと押しちゃった。ちょっと押しちゃった。怖い。だいぶ私、最近、新しい10回クイズ、おあるじゃないですか。分かる、解く解く。で、それさっき、なんかお二人とも話したんですけど、ステキライブもやりたいんだ。あ、そうなんだ。秘密にしてやろう。今日はね、答えは言わないから、うちら頑張ってるけど、はい、OK、 いきますね。じゃあ、ハートって、ハート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 、はい。で、私たちは今、何不自由なく生活してるじゃないですか。でも、世界には6人に1人貧困の人がいるんですね。日本人がかかりますか。それを聞いて痛くなくなってたんだ。心、ん、心、ハートでしひらいくん、え、ひらいくん、時計かけられてます、また時計だけよ。え、どういうこと、何なの。すごい、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 怖くなっちゃって久しぶりに聞いただきました。いや、もっとやー、あ、してたんだ。まさか命令してたの。後ろです。おーい、もうクイズ今回は、見てる人たちがメリップだったらドッキリです。いやー、ない、これは。いや、これ関係ないですよ。メリップしてもらえるの嬉しかったでしょ。もう2人にも仕掛けた。そう、3人やられる。3人ですから、全員。え、どういうことですか。仕掛けられましたよ、ちゃんと。1人が2人で。え、そうなの。あ、そう、え、どういうこと。ドッキリ3回できる、俺。あ、そういうこと。あ、仕掛けられて、仕掛けられて、仕掛けられた。そう、3人目、君が。お前、君が減るねー。